クジラガレージです。いつもたくさんのご視聴、本当にありがとうございます。ちょっとね、バタバタしとって、オープニングやらエンディングやら全然撮れてなかったんだけど、ジュンコさんはプリウスね。ジュンコさんのプリウスを、最後洗車して、綺麗に。病院行かんといかんな、ほんま。ジュンコさんのプリウス、プリウス。と、リガクさんの佐藤、実はイルミネーションずっと、やってたんですよ。実はね、去年、年末ぐらいからやってたかな、11月ぐらいから、12月ぐらいか。庭ね、中庭にイルミネーションをやってたんやけど、まあちょっと全然紹介できてなかったんやけど、それの撤去、先輩と、東京女子と、3人でやりました。まあ、設置したのが別の人やったんで、ちょっとわやわやなりましたけど、来年っていうかまあ今年やね、今年の設置はまあ僕らが、まあやることになるかなと思うんやけど、まあちょっといろいろね、もうちょっとバージョンアップしたような感じでやったりとか、もうちょっとね、電気、電飾をね、増やしたりとかね、いろいろちょっと、企画して、まあ、視聴者の方と一緒にやったりとかね、そういうのもありかなって思います。その2本でお届けいたしますので、動画の方、最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。まだ動画の方、高評価、チャンネル登録、グッドボタン、よろしく。お願いいたします。あれ。あ、バッテリーがついてね。最悪や。バッテリーがねえわ。もう手で行くしかねえや。コンパウンドでひたすら削ると、めんどくせえな。よし、もういいわ。もう夜だけだった。もう夜だけだった。あ、ジュンコさんは洗車とかする暇ねえやろうけんな。ちょっと今日は綺麗にプリウスを洗車しちゃろうかな。長靴持ってくるの忘れた。うわ、油膜がすげえな。なんか意外と洗車してない割にはワックスが効いとるような感じやね。水はじきがまあまあいいんだけど。はい、ジュンコさんの車はこれいきます。シリコンだ。KF963530 だねえな。これは50やな。これの方がやっぱ手取り早い。もう濡れたまんまいけるんで。
はい、まあとりあえずシリコンパーッとかけて、本当はね1日ぐらい置くといいらしいんやけど、まあ僕は1日は置かないので、今日夕方ぐらいにまだ水洗いして、それから拭き上げてっていう感じかな。はい、雨降りそうだけど、まあいいわ。シリコンは雨降ってなんでできるんで、できるっていうかね、まあ降らん方がいいんやけど、まあ水に濡れたってどっちかがないんで、もっとざっくりです。これね、これまあ結構黒の車とかすごいムラが残ったりとか、難しい印象があったんやけど、俺も最初やった時はね失敗したって思ったんやけど、何回か水洗いしよったら馴染んでくるっていうかね、綺麗になっていくんで、ね、不思議やわね、これ不思議な何ていうか不思議な洗車効果っていうかね、いい感じのツヤが出ます。ちょっとね手がねベチャベチャするんで手洗わっていかんけど、はい、ちょっと休憩します。あ、うん。コーヒー？コーヒー飲む。マイクな。風切り音とか入るし、やっぱこういうのがやっぱいるかなと。よし、これで試してみようかね、どんくらい音が変わるか。はい、クジラガレージです。あ、ちょっとごめん、マイクのテスト、この距離でこの発声でどれぐらい変わるかっていうのをちょっと試してます。ちょっとね、いろいろ今調べようんやけど、このどうもケーブルが怪しいんよね、このライトニングケーブルね。これ普通はっていうか、これ、まあアンドロイド用のイヤホンジャックなんやけど、まあ iPhone につなげるときは、このライトニングのケーブルがいるわね、アダプターが。どうもこれがうさんくさいというか。今ね、いろいろちょっと調べよったんよ。このジャックね、これ。これが、このマイク側に来るんやけど、それがね、間違っちゃったっていう話。間違っちゃったっていうか、まあ、本来なら、これが正しいんやけど、iPhone につなげるときは、こっちが iPhone 側。で、こっちがマイク側。っていうことね。そういうのはちょっと、わからんわね。ダメやった。ダメやな。何が悪いんかな。何が悪いんかさっぱりわからん。音声なしな。音声なし。音声なし。もう一回撮り直す。いいね。向こうから撮り直すな。おるな。おるね。今日はな、たこ焼きじゃ。え？腹減ったな。腹減った？腹減りました。うん。よろしくお願いします。これをちゃんと言わんの。さっきのこと。え、これ何言ったかな。これ違うな。これ違うじゃないか。あ、今日は電気じゃん。明けじゃねえな。あ、今日は電気じゃん。明けのが次きな。え？たまねえこと入れようんだろ。いや、もうこれちゃんといいぐらいだろ。ああ。紅生姜。紅生姜。半分俺いらんきな。ダメ。これはお姉さんだってんだよ。これはお姉様方だっけ。あ、俺のじゃねえんだ。あ、そうなの。俺の最後で。俺の最後よ。そうだよ。美味しいな。僕チョランちゃん。え？最後ちゃん。最後。鼻水が。黙れことなる。今からこのシリコンを水洗い。かけ中で。いいじゃん。早いな。そこを取らないか。いいんだ。
ありがとうございます。この余分なシリコンを今度水で落とす。水で落とすだけで、水で落とし、いやまあ吹き上げ、あとは吹き上げない関係で、ね、ガラスもいいの、もう全部全部全部いった、タイヤからの何から全部いった、うん、本当は1日起きてんやけどな、もう時間がねえけんな、あまあもうお堅いよから、すげえな。え？できた。え？すげえな。すげえな。すげえわこれ。あらららら。これもつなるんだな。まあいやこの車な、意外とあのボディの方はワックス切り取った感じがするんやけどね。まあそれでだいぶ弾くから。純子さんを機嫌取るよな。そうそうじゃん。どっちもね。そうそうだ。かまん木二やらやいやいしやいしまう。結構さいじま。結構さ。最初もうだい。雨はこんな感じやな。そうそうそう、雨はこんな感じや。ああ、よう弾いてよ。いい弾きじゃ。弾きっぷりがいい。これタイヤ乗った？タイヤ乗ったよ。そうなの。ドライは、これでな、な、うん、帳消しじゃ、帳消し？あ、何がいい？舞台間の、これ俺仕事じゃねえんだ、借金肩代わりしたんだ俺が、これで帳消しで。俺手がダメっちゃう。そうだ。まあいいわ。なんでいいわ。なんでいいわ。ゆうこさん喜ばいいよ。そうそう。あーでもこれはいいで、ほんと。いいな。これは何、新越シリコン？新越シリコン。この白いのが、取れるまでやらないかな、うん、いやまああとちょっと水であのタオルでちょっとこするけどな、うん、大型でいい、大型余分なシリコンをな洗い流して、そう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 、でまた拭き上げる、もういろんなところに染み込んじゃうけどな、あの 前のグリルの穴の中とか、それで車全体に要はシリコンが行き渡るんじゃん、ああなるほどな、うん、こういうとこも全部、そう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 、すげえわ。もうよかろう？うん、もういいわ。あと俺やるわ。やりたかっただけじゃろ。かけたかったで。俺がやったっちゅうことにする手だな、これ。手柄は横取り。じゃあ、あと水引っ掛けただけじゃ。まあいいわ、あと俺。あれを取った嫌いって。えまあいいわ。まああと俺が仕上げしとく。